ああ、やばい。やばいしか言ってない。はい、今回も続きから始めていきたいと思います。ということで、ヘイヘイ。うわ、めっちゃドアップやった。待って、こっちだな。おお、すげえじゃねえか。マシンメーカーの作り方をひらめいたんだな。さすがはビルダーだぜ。どこの筋肉でそんなこと思いつくんだろうな。筋肉に脳はない。そんなことより、マシンメーカーを作ったら、次は姉子の牢屋をぶっ壊す強力な兵器の開発だ。どうだよ、アイナ。こう、ドッカーンと、ド派手に牢屋を壊す兵器、何か思いつかないか？強力な兵器をひらめいたら、実際に作って俺に見せてくれよな。もし兵器のための木材が足りないなら、苗木をアジトに植えて育ててから木材にするんだぞ。兵器が木材となぜ決まっているんだろうか。お、大砲をひらめいた。鉄の弾を打ち出す大きな砲台。これは普通の敵にも使えるんじゃないのか？レシピ。大砲、大砲。大砲、どこだい？あ、これだ、これ、これ。マシンメーカー、あ、マシンメーカーをまず作らんとあかんのやね。ということで、ここかな。マシンメーカー。マシンメーカーどこ？お、あったあったあった。じゃ、これを作って、で、マシンメーカーを置くための場所は、一応もうね、小さい部屋を一つ作ってんだけど。ここね。これ。真ん中にドン。いいね、いいね。で、ここで大砲が作れるわけだ。お、ここでいろんなもん。待って、作れないじゃん。マグマ電池。あ、これ。マグマ電池。なんかすごいゆっくりやね。さっきまでのさ、作業台とかがシャ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 って感じやったけん。壁掛けランプ。電池の力で光を放つ明るい照明。お、なんかおしゃれなものが作れるようになったな。で、まあ、これで大砲が作れて、ほら、さ、さ、さって感じや。大砲を一個作った。で、これで一応依頼は成功。ヘイ、ガロン。うほー、あゆな。これが大砲か。すげえ、すげえぞ。この大砲があれば、姉子が入れられてる牢屋もぶっ壊せるってわけだ。おう、姉子、ついに助けに行けます。魔物に捕まり、さぞ恐ろしい攻めくを。攻めく？ん？お前どうした？何を柄にもなく真面目腐った顔で考え込んでんだ？柄にもないことないさ。何？魔物が姉子から吐き出そうとしてる秘密って何だろう？だって？あゆな、すっとぼけた顔してる割に、お前って案外細けいことを気にするんだな。難しいことは俺にはわからん。俺は姉子を助け出せればそれでいいんだ。わからんのかい。さあ、いよいよ。いよいよだぜ、アユナ。姉子救出作戦第2弾の決行だ。大砲を引き下げて姉子を片付け出しに行こうぜ。クエストコンプリート、石炭、10個。よし。あ、これでこのまま。さてと。すーはー、すーはー。どうした？緊張？ひ、ひ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ。なぜ？別に出産するわけでもないのに。よし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 。うりゃ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 。何の気合？よーし。もう一度魔物の城に乗り込むぜ。いよいよ姉子を助け出しに行くんだ。アユナ、準備はバッチリか？アユナ、大砲を忘れんなよ。じゃねえと姉子のいる牢屋は壊せねえからな。俺はみんなの分までここを守ってる。今度こそ姉子を救い出してきてくれよな。なんでだ。お前もだ。わかってる。わかってるよ。そんな粗大ゴミを見るような目で人を見るな。粗大ゴミを見るような目ってどんな目なんだろう。誰やろう姉子のためだ。めちゃめちゃ怖いけど俺も行くぜ。さあ、アイナ。準備ができたら俺に声をかけてくれ。コンパスに目的地が表示された。準備できたよ。うひゃ、なんだよ、アユナ。姉子を助けに行く準備はもうバッチリなのか？それじゃあ、行くか。いよいよ姉子救出作戦第2弾の決行だな。必要な武器や道具は十分あるか？仲間と一緒に行動するときの注意も忘れんの。それと、くどいようだが大砲忘れんなよ。大砲がなきゃ姉子のいる牢屋を壊せねえぞ。さあ、もう一度、魔物の城に出発だ。ベイパーとギエラにも声をかけろよ。いいな。ほいほい。ガロンがついてくるようになった。二人は多分温泉だろう。お、いるいる。へい。どうだ、アユナよ。
魔物の後ろに攻め込む準備はできておるのか。わしは早く人暴れしたくて大胸筋がピクピクしておるぞ。さあどうだ、魔物の後ろに行く準備はいいか。オッケーオッケー。油断するなよアイナ、必ず仲間と共に行動し助け合うのだ。オッケー、じゃあ次ギエラね。へい。あらアイナ、魔物の後ろに攻め込む準備はもういいの。待ちくたびれたわ。早いとこ魔物の後ろに攻め入って暴れてやりましょう。さあ行くわよアイナ、準備はできているのよね。ほい。アイナ、あなたが作戦のリーダーよ。必ず仲間たちの動きを見て一緒に行動するの。さあ行きましょう。みんなが一緒なら絶対に負けはしないわ。まあね、すごい心強いよね。力も強いけど実際に。さあじゃあこれからまた旅の扉をくぐって姉子のところへ行こうじゃないか。ってことで、またね、あの魔物の後ろに向かえばいいということだよね。てか、こっち側とさ、こっち側でえらい景色の違いじゃない？おっと。ねえ、なんか地獄絵図だよ、右側。まあ、とりあえず、この三人が一緒にいたら、死ぬことはそうそうないんではないかな、と思うんだけど、まあ、死んだところでさ、みんな復活するの超早くない？ねえ、早いよね。すごい助かるんだ、それが。これで、私どっか、あっちか。ん？あっちだった？あっちだな。よいしょ。あそこを渡っていって、うわぁ、めっちゃドス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 と。怖い。やめてよ。やめてよ。んで、あっこ？ちょっと邪魔だから、みんな戦ってくれてんだろうか。で、こっち渡っていって、あ、 あれね。あっこに私、架け橋を渡したんだ。なんかいろいろと。初めてうごめく枝を手に入れた。にゃー。やべえ。この辺のとかも私崩したまま全然取ってないんだな。ゴーレムが渡ってきた。こっちこっち。みんなこっちだよ。ここまで来たらゴーレムは入れないはずだから。きっとね。いやー怖い。ここでしょ、魔物の城。ほんで、ここまで来たのはいいんだけど、場所。この辺か？お、お、なんだ、びっくりした。なにこれ？待った、待ったじゃない。なんかさ、ここ机と椅子とかめっちゃあるんだよね。机と椅子がめっちゃあってさ、しかもなんか瓶とかいっぱい置いてある。酒盛りをしているということだろうか。あれだね、モンスターもそんなことするんだね。ちょっと力貯めてる時に攻撃しちゃダメでしょう。あ、待って、私の体力、ちょ、アイテムを使うことができませんじゃねえよ。てっ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 て、あー、みんな中にいるんだな。ちょっとめっちゃバックしていくやん。めっちゃ後ずさりしていくやん。あ、でこの辺のもの倒せてないよ。なんか一人椅子に座ってた。椅子じゃないのか、椅子は壊されたのね。ほらこの辺、松明とか。もうなんかメタメタに。あ、ここなんか扉あるね、横。お、お、もうあとちょっとじゃん。やったやったね。ほら扉。お、宝箱、やった。開いて閉じた。ん？お、あった。力の指輪。あ、これいいんじゃない？ね、使えるよね。装備で。これか。力の指輪。筋力か。筋力増強の魔法が込められた指輪。装備。これを装備して。あ、扉閉まってんのね。じゃあ、さ、行こうぞ。行こうぞ、行こうぞ。ん？あれ、向こう側にも宝箱あることない？あるよね。あ、なんか倒れとる。これ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 、人？返事がない。ただの屍のようだ。え、マジで？え、確率にこれさ、この荒くれ者たちの、待って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 。荒くれ者たちの仲間よね、これ。なんでみんな無反応？てか、ミミックなんだけど。マジか。宝箱じゃなかった。おぉ、なんか超破壊される。超破壊されるけど、全然こっちまで攻撃当たってないよね。魔導士の攻撃。
た。あ、なにこれ。初めて目覚ましリングを手に入れた。目覚ましリングだって。回復しちゃった。まあいいや。どっちにしろ体力も少なかったけんね。ほんで、次、こっちかな。こっちに行って。めっちゃなんか、マップ見ずに動き回りよるけど大丈夫かな。でも多分こっちからは来てないと思う。ん？こっちから来たのか。こっちから来たっぽい。ん？なんか、作業台ある。あ、なるほどね。ここ、ベッドあるわ。ってことは、この辺をさ、作っときゃいいんじゃない？ほら、部屋が完成した。ってことで、暗くなってきたから寝とこうね、もう一回。あ、横に誰か。ね、横に誰か倒れてるよ、また。ちょっと待って。間違えた。扉閉まっとるかと思ったら。ほらほらほら。返事がない。ただの屍のようだ。マジか。この辺でいっぱいみんなやられとるやん。やっぱ魔物の城やけんかな。いやー、きついね。怖いね。みんな大変だ。あっこは抜けていくってことかな。じゃ、とりあえずあっち抜けてって。そっかそっかそっか。うわ。危ない危ない。ほんで？ん？あっちは何？ちょ、とりあえずこの魔導士倒しとこっか。はっ。お、なんか一発でもうだいぶ。はっ。トロロール。ってことは、こいつをやっつけ、あ、これ大砲じゃないといかんやつやない？ね。ちょ、みんなみんなみんな、邪魔だよ。私が設置できないから大砲。この辺に、ドーン。え？ドーン。あ、こっからどんどん攻撃できるじゃない？できる？へいへいへい。めっちゃ当たりよる。こっちに向かってくる。なになに、何の拍手？なんかめっちゃ拍手されたけど。ん？全然向かってこんやん。でも攻撃はひたすら当たりよるっていうね。この戦い方ずるいかな。まあ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 、でも、やっつければいいんだ。あ、でもあんたらぐらい向こう行って戦ってくれてもいいんだよ。なんか、何伸び伸びしようか知らんけどさ。ほらほらほら。あれ敵だよ、あれ。ほらほらほら。敵いるよ、これ。これこれ。いや、これだって。見えてる？いやー。やめよ、そういうの。え、てか私登れねえし。ちょっと待ってね。よいしょ。違う違う。よいしょ。もう、こんな中に入るからさ、なんかしら拾ったんだけど。またみんな戻ってきたし、ちょっと邪魔だよ。大砲の上に上がらないでおくれ。へい。あ、あと一発ぐらい？あと、二発はいるかな。とりあえず。でも、こいつ倒したけんなんなんやろ。お、倒した倒した。なんかあるんかな。ん、なんもねえ。なんもねえわ。ね。あ、なんか落ちとる？初めて火を吹く石像を手に入れた。おお、やった、やったん、やったんかな？わからんけど。まあいいや、じゃあ。その火を吹く石像だけやったということやね。これまた持って、姉子のところに。さあ、向かおう。あ、回復しといた方がいいね。ダメージがでかい。まああれは別にストーリーには関係なかったっていうことだろうか。こっちの方向でいいんかな。ん？行き止まりじゃないよね。ああ、よかったよかった。よいしょ。で、こっち向かって、あ、あっこや、階段見える。ここやろ？なんかあの幽霊がおったとこ。ちょっと武器切り替えとこう。ほらほらほら。前回と言うことは一緒なんかな。おや？君は僕の姿が見えるのかい？それで、こんなところへ何をしに？一緒やね。ひょっとすると、ローン捕らえられている女を助けに来たのかい？だとしたらやめておくんだね。あんな女を助けるとろくなことにはならない。ん？どうしてかって？それはね、あの女が人殺したからさ。悪いことは言わない。さあ、このまま引き返すんだ。引き返しません。大砲はもう向こうかな。向こうに、ああ、ちげえわ。違う違う。私はアイテムが見たかったの。
あなたと話したいわけではなかったの。ちょ。よし。これで、持ち物。大砲は、どこ？あ、これか。オッケー。入れ替えで、まあ、適当にこの辺の、ちょ。まあ、テーブルとかと、入れ替えて、で、大砲を取り出して、へい。使う。お、いいね。壊れた。姉子。おー、姉子。やっとお顔が。へへ、ド派手に決めてくれたわね。あんたなかなかかっこいいじゃないか。ん？姉子？あいつらはそう呼んでるね。あんたはアメルダって呼んでくれればいいさ。アメルダ。で、あんた一体何者だい？随分と乳臭い顔してるけど。うるさいな。自分が美人系だからって。おっと、それどころじゃなさそうだ。魔物どもが集まってきちまったようだね。詳しい話は、三つから聞くとするよ。さあ、一緒にここを切り抜けよう。アメルダが仲間になった。イエーイ。魔物の群れを切り抜けろ。うわ、めっちゃおるやん。ちょい待って。めっちゃおるんはいいんやけど、ちょ。とりあえずこの、うわい。大砲を拾っといて。で、ちょっと回復したい。あ、やばい。やばいって。ほい、回復。回復して、こいつらやっつけた方がいいよね、やっぱり。じゃあもう、ちょっと待って。剣に切り替えとかんと。どう？鉄。やばいね、この数。え、姉子います？人がさ、力貯めてる時に攻撃してくるんじゃないってば。トロルもおるしさ、どっから湧いてきたみんな。やばい。やられる。でもみんな体力も。お、いい感じに。私の活躍の場がないよ。みんな超やっつけてくれるじゃん。ほら。あとあの魔導士ぐらいかな。あそこにもおる。やばい、やめて。あ、やばい。やばいしか言ってない。あー、でももう、ちょっと待ってね。これ、もういいんじゃないかな。ちょっと待って。命の木の実。は、最大ヒットポイントアップしといてからの、はい、みんな、みんな集まって。みんな集まって。キメラの翼で飛んでくよ。ほい。キメラの翼を使って拠点に帰ります。大丈夫よね、この距離感やったら。きっと。はい、帰ってきました。あ、全員夜ね。よかった。ほい。あ、で、アメルダが仲間になったと。ようやく戻ってこられたね。あんたのおかげだ。改めて礼を言うよ。このアジト、派手に壊れてると思ったら、随分と綺麗だね。そうか、アユナ。あんたがここを整備してくれていたんだね。どうやらあんたがビルダーだって話は本当みたいだ。ビルダーのあんたと一緒なら、あいつの研究を完成させられるかもしれないね。あいつの研究？あいつって誰だ？私は昔、ある発明バカの女子マガイのことをしていたことがあってね。その時の知識やメモを解読して、魔物を倒す兵器を開発しようとしていたんだけど、魔物たちもその知識が欲しいみたいでね。それで奴らに捕まっちまったってわけさ。まあ、詳しい話は後にしよう。体が汗やら何やらでベトベタだ。ひとまずゆっくり温泉に浸からせておくれ。どうぞご自由に。で、ベイパー。どうだ、あゆなよ。魔物の後ろに。ベイパーじゃないわ、ガロンか。攻め込む準備はできておるのか？わしは早く人暴れしたくて、大胸筋がピクピクしておるぞ。さあ、どうだ、魔物の後ろに行く準備はいいか？いや、もういいんだ。あなたじゃなくて、ガロンの方だな。へいへい。さあ、話を。うおーん。なにそれ。姉子がついに帰ってきたぜー。感動か。姉子、うおー。なんか危ないやつだな。う。よかった。う。あゆなよ。姉子は俺たちの希望なんだ。よくぞ姉子を助け出してくれた。本当にありがとな。いえ。ん？なんだって？牢屋の前にいた男の話が気になる、だと？お前が見たっていう幻覚のことか？
姉子救出に魅了さすようなこと言うんじゃねえ。とにかく、よく姉子を助けてくれた。お前にはいくら感謝したってしきれねえ。感謝の印として、お前にとっておきの道具の作り方を伝授してやるぜ。こいつがあれば、竜王だっていつか倒せる。一日も早く理想の体を作り上げてくれよな。理想の体、ムキムキになれってことか。クエストコンプリート、命の木の実。ん？なんか思いついた？ダンベルをひらめいた。マジか。体を鍛えるための鉄の重り。で、なあ、アユナ、姉子を助けてくれたばっかのとこ悪いけどよ。ここいらでまたアジトにいろいろと作って、ビルダーとして一回り成長してみねえか？お前も姉子にいいとこ見せてえだろ？俺たちだってみんな同じ気持ちなんだ。もちろん何を作ってくれてもいい。さあ、お前の自由にこのアジトを発展させてくれ。おうおうおう、いい感じじゃねえか。気のせいか、筋肉もちょっと増えた気がするな。今の間に？さーてと、アユナ。姉子は無事に救出できたが、こっからが本番だぜ。姉子の救出はあくまで第一目標。俺たちの最終目標は、この地を支配する魔物の大枝玉、溶岩魔人をぶっ倒すことだ。お前も聞いただろうが、姉子は昔、とある発明家の手伝いをしていたことがあってな。兵器作りの知識をたくさん持ってんだ。お前と組めば、すげえ兵器を発明できるはずだぜ。よっしゃ、アユナ。姉子と一緒に溶岩魔人をぶっ倒す最強の兵器を発明して、このマイラの空にかかった黒い雲をみんなで一緒に晴らそうぜ。乗りかかった木に行くってやつだ。どんなやつだよ。乗りかかった船だろ。お前も最後まで協力してくれるよな。な。まあまあまあ。クエストコンプリート、ウサギステーキ3枚。お、着替える？めっちゃ男周りにいるよ。お、何が変わったのかよくわからない。よくわからないけど、でもやっとこの村に、この村？この町か。やっとこの町に、花が。ね。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今までね、仲間が増えても増えても、見た目で変わり映えせんやつばっかやったけど、やっとね、こう花が来て嬉しいわ、私は。